なんか、クエトの独立記念日ってなんか水の入った風船みたいなのをねみんなでぶつけ合うへんてこな祭りって聞いて楽しみでタオルまで持ってこの歩いてるんです。あのここまで来たんですけど全然ノリ悪いっすね。一人だけね水鉄砲で車からこうなんか街行く人をこう乱射しようとしてたやつを一人見たんですけどそいつぐらいですね面白いやつ。あとはなんかこう実にこうなんと言いますか優等生的な常識とモラル倫理と責任感こうみたいな教養みたいなそういったものを感じさせる祭りですね。なんかノリが良すぎるあまり犯罪を犯すやつとかいてほしいんですけどそういうのも全然いない。まあ強いて言うならちょっと車から身を乗り出すぐらいの軽犯罪なんですけど別にそんなの誰も咎めませんし全くこうなんと言いますかつまんないしね。でなんか僕今カメラ向けて